動画を見ていただいてありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この動画にコメント高評価チャンネル登録お願いします。さて、長瀞日帰り旅行編第2話をお送りしようかなというところなんですけれども、実を言うと長瀞へ早く行きたいがために朝食を抜いてしまって何も食べてないんです。なので長瀞で何か美味しいものを食べてみようかなと思いますので、最後まで見てください。では今回の旅も始めていきましょう。早速見えてきましたよ。こちらも八方三春屋さんありますね。この界隈だけでもたくさんのお店が並んでるので、どこに入ったらいいのか悩みますね。早速見つけちゃいました。秩父の地ビール長瀞とガレ、これ美味しそうだな。あと喉も渇いたからビールも欲しいな。いただいちゃいましょうか。あ、そっちですか。あ、同じですか。わかりました。これが100倍、これ50倍。この自動販売機で購入するみたいです。これが味噌カツガレドチケットです。これを出してオーダーしてみたいと思います。お願いします。実は朝から何も食べておりませんでした。早く長瀞に行かないと。昨日も見た感じでは15時にはライン下り終了してたって聞いたので、これは急がねばならんということで、今朝5時起きしまして電車乗りまして、そのまま飛んできました。何も食べてない。熱々のガレドク来ました。じゃあこれを秩父の地ビールと一緒にいただきたいと思います。ビール開けます。よっ、いい音。いただきます。あー、ゴロゴロにしみる。確かにホップが50入ってるからちょっと癖があるけど、その癖がたまらなくいい。これ進みますわ。もちもち、外側の生地がもちもちで、中のソーセージが確かに味噌の味がする。あっという間に食べ終わりました。ビールをラッパ飲むとかいいっすね。さてどうしましょうか、ね、なんかご飯物欲しいですよね。カメラ入っても大丈夫っていうところあるかな。お蕎麦屋さんなんですけど、ソフトクリーム美味しそうなんです。入っちゃいます。長瀞駅から線路渡ってすぐのお蕎麦屋さん、今メニュー決めてるとこなんですけど、メニューショップな感じになってますね。もう冷やしとろろそばって気になりませんか。食べてみましょう。そしてこの野菜のかき揚げ、これ他のものと違うらしくて、詳しくはわからないけど長ネギを使ってるということみたいなんで楽しみです。でこれでオーダーが決まりました。店のことこんな感じになってて、オープンテラスというか6つテーブルがあります。もちろん店内にもテーブル席があります。なぜ外を選んだかというと、やっぱりね、著作権怖いんですよ。だからテラス席を選びました。野菜のかき揚げが来ました。このお塩でいただくのがいいそうです。今お蕎麦の方待ってるんですけど、その蕎麦つゆで食べても美味しいんだそうです。お蕎麦の方も来ました。ちゃんととろろついてますし、ここにめんつゆついてます。開けるとこんな感じでおつゆが入ってます。ではいただいていきます。とわさび入れすぎたかな。これどうやって入れればいいんだろう。こういうところでセンスが試されるね。間違ってたらごめんなさい。そば食べます。普段見るお蕎麦より太めです。これが秩父の蕎麦なのかな。
なるほど。普段食べてる蕎麦よりも何倍もコシが強い、噛み応えのあるお蕎麦です。ここにいると電車が走り去る音が聞こえて、本当にいい雰囲気、素晴らしい。どうもすいません、蕎麦湯が来ました。後でいただきたいと思います。今度こちらの野菜のかき揚げいただいてみようかなと思います。今黄身がはっきり分かりました。見てください、長ネギが大きい。ちょんちょんとお塩をつけて、やりが甘い。こんなに違うんだ。今までのかき揚げの常識がひっくり返る。これ最高にうまいですよ。お腹だけじゃなく心も幸せになるそばだ。汁が飲めるほど美味しい。美味しいものを食べた後には甘いものも欲しくなったので、ソフトクリームをいただきました。チョコレートとバニラのミックスです。水木しげるロードブリ、甘い。やっぱりこのバニラとチョコの絶妙な混ざり具合、本当にいい。おいしい。というわけで、こちらの村田さんで美味しいお蕎麦と野菜のかき揚げとアイスクリームをいただきました。本当に美味しかったです。そろそろ長瀞グルメ編もクライマックスということで、趣向を変えたものを探してみたいなと思います。いや本当に今日は素晴らしいお天気。このお店 YouTube もされているお笑い芸人のひろしさんにいらっしゃったこともあるみたいです。でこれがメニュー表なんですが、この味噌かつ重いただきたいと思います。オーダーした味噌かつ重、こちらです。お漬け物とお吸い物と味噌かつ重です。いただきたいと思います。ちゃんとキャベツの下に敷いてある。肉が柔らかい、食べ終わりました。ごちそうさまでした。というわけで、味の老舗若松さんで味噌かつ重いただきました。今回の長瀞のグルメいかがだったでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。長瀞お日帰りツアー、いよいよ最終回です。